では実際にエンジンをかけてみましょう。まずエンジンは、これは通常のレギュラーガソリンを使用してます。まずガソリンコック、これをオンにします。そして、ここのチョークレバーですね、チョークレバーをこのチョークの方にします。で次にこのオンオフスイッチ、これがエンジンのオンオフになりますので、これをオンにして、でこれがスロットルですね。これがだいたい真ん中ぐらいの位置にした状態で、あとはこのリコイル、これを引っ張るだけでエンジンがかかります。コツとしましては片手でちゃんと押さえて、で水平に引っ張ります。これでエンジンがかかります。あとこれでこれがこっち側が低回転、これになると回転が上がります。自分